しかすと私は実は10年近くインターネットシンガーでいろんなさヤフーチャットやスティッカーやそういうところで子育てが大変な、20代後半から30代後半ぐらいまでの間をねインターネットシンガーで歌っていて、なかなかそのリアルなこういうライブをする勇気がとてもなくて、でそんな感じの時に黒さんがそのネット配信で私がライブをやってる私を見つけて本当にメールをくださって、そこからがグッディーズの始まりということで、その私が本当にインターネットからこのその本当にリアルな世界の背景をこの水の中の瞳にね詩を、書いてくださって、私がそれに曲をつけたという、はい、とてもイメージは全然違うんですけど、そういう実はそういう話があります出会いのねとてもきっかけになったやつ、すごく歌でもあります、その当時のことを思いながら、はい、4年前そうですね、作品としてはグッディーズのオリジナルは割とほっこりした、うん、そうですね、ちょっとこれと次にやる曲、うん、2曲はちょっとシリアスな、はい、そんな感じの曲、水の中の人、ワン、ツー、スリI'm not afraid to die.
水の中の人。ありがとうございます。